続いてはこちらの話題です。はい、昨年12月22日にさいたま市文化センターで行われました全国珠算競技大会ソロバンクリスマスカップ2013で、はい、見事日本一に輝いた皆さんが本日さいたま市長を表敬訪問しました。そしてスタジオにはソロバン日本一の皆さんになんとお越しいただきました。ではね、お一人ずつお名前呼びますので呼ばれたらみんな元気にお返事の方お願いします。はい、ではご紹介しましょう。まずは、保育園の年中さんですよ。小原真奈さん。はい、こんにちは。こんにちは。さあ、小原真奈さんは小児以下の部で団体総合で日本一になりました。おめでとうございます。すごいですよね。うん、さあお隣行きましょう。小学2年生小原ひなさん。はい、こんにちは。小児以下の部団体総合読み上げ算英語読み上げ算で1位、またですね、英語読み上げ算日本一決定戦で1位獲得ということで、こちらはですね小学2年生では初となる快挙。素晴らしい。そう、年齢関係なく大人を交えてね、交えて日本一ということですよね。すごいね。おめでとうございます。さあ続いていきましょう。小学校2年生辻久保凛音さん。はい、はい、こんにちは。小2以下の部団体総合個人総合フラッシュ暗算で1位でございます。おめでとうございま す。続いて、小学校4年生相沢博明さん。はい、こんにちは。こんにちは。小3小4の部団体総合で1位、おめでとうございます。さらにお隣行きましょう。中学校1年生です矢谷拓也さん。はい、こんにちは。中学生の部個人総合読み上げ算英語読み上げ算の3種目で1位、おめでとうございます。おめでとうございます。そして最後隣ですね、中学校3年生矢谷奈々さん。はい、はい、こんにちは。こんにちは。奈々さんは英語読み上げ算日本一決定戦で準日本一獲得ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい成績ですよ。素晴らしい。なんかみんな見てると本当日本の未来が明るく思えるようなね。本当にすごいね。日本一輝かしい成績ですね。さあどうしましょう。じゃあせっかくなので、はい、うん、じゃあみんなにちょっと問題出してもいいかな。じゃあ一問出しちゃう ね。はい、じゃあちょっとね、いきましょうか。4桁かける4桁の暗算を、はい、皆さんにしていただきたいと思います。はい、じゃあ前のお二人が ね、ちょっとスケッチブック持ってるので出していただきたいと思いますよ。はい、かけるかな。かける、ね、はい、そちらで大丈夫です。じゃあ準備していただきましたので、いくよ。はい、じゃあ小原姉妹にやっていただきましょう。うん、まずは第一問こちらでございます。じゃじゃん、はい、7831×9136。 さあ答えは何になるんでしょうか。姉妹考えてますよ。じゃ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 ん、見せようか、ここ見せようか。はい、うん、分かったら書いてね。書いてください。うん、お早い。もう椿さんは分かりました。ギブアップです。もうこの4桁でね、ギブアップ、はい、もうあっという間に書いてくれました。じゃあ2人同時に行きますか。じゃあスケッチブックを持ってください。はい、じゃあスケッチブックオープンできるかな。せーの、じゃじゃーん。もう桁がね、はい、すごい桁でございます。715420715万4216と、あ、ちょっとね一桁ね、ちょっと違うんですけれども、じゃあ答えをいきましょう。はい、じゃじゃん、こちらでございます。はい、7154-4016。あ、ということでお姉ちゃんの方が正解していました。素晴らしい、この速さであっという間でございました。みんなすごい、ありがとうございます。本当にでも頑張ったね。惜しかったね。ありがとうございます。はい、さあということでね、たくさんお届けしておりました。この後ね5時45分からてりたまイブニングニュースでございます。